Good morning, everyone. このチャンネルでは英語学習を独学で頑張っている方や英会話スクールや学校に通っている方も含めて英語学習を頑張っている方を応援しています。平日を中心に朝フレーズとしていろんな英会話表現、ネイティブが使うような自然な英会話表現っていうのを配信しています。 Okay, let's get started. Today's phrase is this. When it comes to, when it comes to this.それでは早速ダイアログを見ていきましょう。 Hey, your coworker is so funny. I wish I could have a coworker like him. Actually, when it comes to work, he is really serious guy. Plus, he's really strict too. はい、こんな風に使います。なんて言っていたか分かったでしょうか？一つずつ見ていきたいと思います。まずこちら側にいた人が言っていた、Your coworker is so funny. あなたの同僚めっちゃ面白いね。 I wish I could have a coworker like him. あんな同僚がいたらいいのにな、楽しいのになっていうことですね。それに対してこちら側にいた人が言っていたのが Actually, 実際はね、 When it comes to、 ここで出てきますね。 When it comes to、 When it comes to work、 When it comes to work、仕事のこととなると、仕事のことになるとっていうことですね。 When it comes to work, he's really serious guy. 仕事のことになると彼めっちゃ真面目なんだよっていうふうに言っています。その後に Plus, he's really strict too. 仕事においてはとっても厳しいっていうことですね。ちなみにこの When it comes to 最後の to は前置詞です。なので When it comes to の後に置くものっていうのは必ず名詞の塊にしてください。例えば日常の中でどういうふうに使うかというと、今思いついたのは、日本人なので日本語を喋るときは大丈夫なんだけれども、英語を話すとき、英語を話すとなるとめっちゃ緊張するなんていうときは、 I get really nervous when it comes to speaking in EnglishI get really nervous when it comes to speaking in English. なんていう風に使います。ぜひぜひ英会話の中に取り入れて使ってみてください。こういう風に日常で使えそうなフレーズをどんどん紹介していきたいと思います。朝フレーズいいねって思っていただけたら、Big Like お願いします。配信を見逃さないためにもチャンネル登録もぜひぜひお願いします。Thank you for watching this video. I will see you soon. Bye.